シスターは韓国の女性4人組音楽グループ。2010年6月3日にシングルアルバムプッシュプッシュでデビュー。スターシップエンターテインメント所属。シスターというグループ名はシスターとスターの合成語で姉妹のような身近なイメージを持ちながら音楽界の大きな星になるという意味が込められている。多くの楽曲のプロデュースを勇敢な兄弟が務め。 ヒップホップとエレクトロニックを融合させたポップ曲が特徴的。ビジュアル面では露出の多い衣装やセクシーな振り付けが多い。2017年5月23日に電撃的な解散発表をし、6月4日の人気歌謡の舞台を最後に解散した。2010年3月にメンバーのイメージ写真が公開され、4月にはヒョリンがクリスティーナ・アギレラの ハートを歌う動画が公開され、話題となった。5月には、サムスンの携帯電話 CM に、チャン・グンソクと共に出演するメンバーを選ぶ、ネット投票が行われ、最多得票数を得たヒョリンが、チャン・グンソクの彼女に選ばれ、デュエット曲、マジック・ドラッグを発表した。2010年6月3日にシングル、プッシュ・プッシュを発売して公式デビュー。 ガオンデジタル総合チャートで9位、ネットチャートでは2位を占めた。プッシュプッシュの猫ダンスと呼ばれる振り付けは、いろいろなパロディが流行し、さらにデビュー1週間にして CM に起用された。このような活躍の中、メンバーのヒョリンが体調を崩すこともあった。8月27日には、セカンドシングル、巨色ガールを発売すると、各種音源チャートで上位にランクインし、 ガオンデジタル総合チャートで4位を記録した。また、日本での公演や、タイで広報大使を引き受けて、アジア進出の可能性を見せた。この曲の活動中、ステージ上で、ボラが雨に滑って点灯し、指を骨折した。11月25日に発売予定だった、サードシングル、あなたなんて、は、北朝鮮の延べ島砲撃事件により延期になり、12月3日に、 発売された。あなたなんては、あらゆる音源チャートで1位を獲得し、ガオンデジタル総合チャートでは2位を記録した。シスターはこの曲でデビュー6ヶ月にして、初めて KBS、ミュージックバンクで1位を獲得したが、歌詞の内容や振り付けが放送にふさわしくないとして一部修正を受けた。また、同時期に、キムヨナと共同で CM ソング、スーパーガールを発売した。 12月9日にはゴールデンディスク大賞にて新人賞を受賞。2011年5月3日、ボラとヒョリンによるユニットシスター19でシングルマボーイを発売。ガオンチャートで2位、ミュージックバンクでも2位を獲得。シスター19の活動が終わる頃、ヒョリンは KBS、不朽の名曲2に出演し、優れた歌唱力を披露して2度の優勝を獲得した。 8月9日、初の正規アルバム、ソクールを発売。タイトル曲、ソクールは、各種音源チャートで1位を獲得し、デビュー以来初めて、ガオンチャートで1位を獲得した。また、デビュー後初めて SBS、人気歌謡にて1位を獲得した。9月に放送された、MBC、アイドルスター陸上選手権大会にて、ボラが100メートル走、100メートルハードル走。 400メートル、リレーで優勝したのをはじめとして、メンバーそれぞれが好成績を残して、注目を集め、陸上ドルという呼び名が付けられた。2012年1月11日、ゴールデンディスク商品を大阪にてデジタル音源賞を受賞。4月12日、ミニアルバム、アローンを発売。タイトル曲、私一人は、エレクトロニカから離れナチュラルな音を取り入れた楽曲で、 これまでの明るく元気なイメージとは異なる大人っぽい、セクシーなコンセプトに挑戦し、ミュージックビデオの撮影はラスベガスで行われた。アルバム発売日にはミニコンサートが行われ、この様子は YouTube などを通じて世界に向けて生中継された。私一人は各種音源チャートや音楽番組で1位を獲得し、アメリカのビルボードの K-POP ホット100チャートで4週連続1位の 新記録を達成するなど大きな成功を収めた。6月28日、サマースペシャルアルバム、ラビングユーを発売。タイトル曲、ラビングユーは夏のバカンスをイメージした可愛らしく爽やかな楽曲で、ミュージックビデオは全編ハワイロケで撮影された。ラビングユーでも成功を収めると、9月15日にソウルオリンピック公演のオリンピックホールにて、 初の単独コンサートを開催した。2013年1月31日、シスター19によるミニアルバムを発表。タイトル曲、いたのにいなくなったからは、別れの虚しさと痛みを表現したヒップホップ曲。2017年6月、ソユット・ダ・ソムは、スターシップ・エンターテインメントと再契約を締結。ボラは、フック・エンターテインメントと専属契約を締結。 11月、ヒョリンは、所属事務所ブリッジを設立。ヒョリン、音楽作品ドラマボラミュージックビデオドラマ MC、そういう音楽作品ミュージックビデオだそむ、音楽作品ミュージックビデオドラマ映画、シングルシングルアルバムミニアルバムフルアルバムスペシャル、アルバムシスター19ヒョリンとボラニュールユニット。ハイアリン。ありがとうございます。